ドンブラコで桃太郎を演じる広報、高峰太子5月6日から1980年11月15日は、元宝塚少女歌劇団男役主演スター。宝塚歌劇団一期生。愛称はアッサン。同期生に、大江文子、雲井奈美子、小倉美幸、由良美智子や筑波美音子らがいる。福井県堺郡本庄村から命名された。 1913年7月、宝塚少女歌隊に14歳で入隊。1914年4月から5月、宝塚少女歌劇の初公演である、ドンブラコで、主演の桃太郎を演じた。初演当時は14歳であったが4月から5月の公演中に15歳を迎えた。1927年2月24日、宝塚少女歌劇団を27歳で退団。退団後は、 歌劇団で声楽の講師を務める。1980年、81歳で逝去。2015年、宝塚歌劇の伝道の伝道専攻にて、宝ジェンヌとしては、健康と共に伝道入りを果たした。SS、東方発行所。1939年3月号。AB、歌劇と歌劇俳優、藤波楽西著、文母史社。1919年。 P95 宝塚の過激少女橋詰セミローチョ新生堂書店1923年12月5日 P54 宝塚歌劇100年死に地の橋渡り続けて宝塚歌劇団2014年4月1日6ページ AB 県幸いら4人レジェンド仲間入り宝塚歌劇の殿堂に選出スポーツ放置 2015年10月2日閲覧、ありがとうございます。